株式会社アニメインターナショナルカンパニーは日本のアニメ制作会社。1980年のリメイク版、鉄腕アトムのグロスウキオキに設立されたスタジオ、ドゥビーを母体として、1982年7月15日に設立。初代代表取締役社長は、急虫プロダクション出身の演出、プロデューサーである野村和史。野村の独立。 APPP 設立後の1985年5月、AEC 設立に参加した EG ワールドプロ出身の三浦徹が代表取締役社長に就任する。1980年代後期の o v a ブームに乗り、戦え、イクサー1やハジャオホシダンガなど、平野敏弘によるロボットアニメを多数発売したことで注目を浴びる。1995年には、 ビデオメーカーのパイオニア LDC 制作による天地無用。両後期の元受け制作を自宅し、テレビシリーズに本格進出。1990年代後半には、出版部門を立ち上げ、AEC コミックラブを創刊。さらには、ゲームソフト開発にも進出し、事業を拡大した。AEC コミックラブに紹介されていたことだが、一時期、 研究開発中として2次元 CG だけでなく3次元 CG の技術開発をしていた時期があった。2003年、制作体制を AEC デジタル、AEC スピリッツ、a e c a s t a の3系統に再編。その後は作品制作を各スタジオが受け負い、デジタルはアーメガミ様シリーズやゴンゾとの共同制作、スピリッツは天地無用シリーズや 神秘の世界エルハザードシリーズなど AC が過去に制作した作品を中心とした制作や、それに準じた新規制作、ASTA は外部スタッフを起用しての新規制作を行う。2006年、兵庫県宝塚市のアニメ産業拠点構想に応じて AC 宝塚を設立。AC プラスと合わせて5系統の制作体制で元受け制作やグロス受けを行う。 2007年、AEC アスタが制作したテレビアニメバンブーブレードの予算表などがウィニーを通じてインターネット上へ流出する事件が発生。同年10月8日、AEC 公式サイトへ三浦の名前によるお詫び文を発表した。2008年、新会社株式会社アニメインターナショナルカンパニーを分割設立した。2009年以降、 5系統の制作体制をまたいで制作する作品があるため、その場合は、スタジオ名義ではなく、AEC と統一した名義で発表される作品もある。2010年、AEC ビルド、AEC クラシックを立ち上げ、7系統の制作体制となる。2010年9月、パチスロ機器メーカーの大泉が、全株式を買収し、同社の完全子会社となった。 ついで2011年3月、アプリックスが AEC の自己株式を除く全株式を取得し、同社の子会社となった。2012年6月、元フレックスコミックスの高倉聖二をプロデューサーに起用し、日本国外での展開を視野に入れた作品の制作を開始した。同月頃には AEC フロンティアを立ち上げ、8系統の制作体制となる。二千十二年九月には、 香港で開催した100 years before the birth of ドラえもんを共同開催した。2013年2月、AEC スピリッツの制作プロデューサーらが独立し、プロダクションアイムズを設立。これにより、空の落とし物など一部作品の制作が同社へ移行した。また、同年5月には AEC クラシックの制作プロデューサーが独立し、AEC 出身の青木英と共に、 トロイスサを設立した。同年8月、アプリックス IP ホールディングスが企画開始から3ヶ月でテレビアニメシリーズの放映を行う体制を構築したと発表した。2014年1月20日、アプリックス IP ホールディングスが AC の全株式を未売8000円で譲渡。a e g の2012年12月期決算では3期連続の赤字を計上し、 約6.6億円の債務超過となっていた。2015年11月、大村康隆が代表取締役となる。2019年12月、大村が代表取締役を退任し、翌2020年1月、三浦が代表取締役に再び就任。ありがとうございます。